米大リーグロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手の出待ちをするフェンウェイ・パークのファンの様子が凄まじいと話題になっている16日日本時間17日のレッドソックス対エンゼルス戦の試合後エンゼルスのテレビ中継局バリー・スポーツ・ウェストでリポーターを務めるエリカ・ウェストンさんがツイッターで選手や関係者の出入り口の周りに集まっているファンの様子を投稿した球場とバスがつながれたスペースでは 試合を終えてバスに乗り込む選手を見ることができるが敵軍エンゼルスのバスにもかかわらずレッドソックスのキャップをかぶったファンが今か今かと目を光らせていた柵の最前列には「大谷」と書かれた横断幕を掲げているファンもいたウェストンさんはバスの中から撮影している模様ではるか遠くまでファンでびっしり埋め尽くされている様子が伝えられているその投稿にエンゼルスの試合中継で実況を務めるウェイン・ランダッツ氏は この人々はすべて翔平大谷を一目見ようと集まっている彼はロックスターで大人気アイドルなんだ MLB で圧倒的な影響力を持った選手だそんな存在はメジャーには他に誰もいないとコメント解説を務めるマーク・グビザ氏も「史上最高選手への愛が半端ないね」とコメントしたまた米メディア「トーキンベースボールも」も集まったファンの多さに注目 ツイッターで出待ちの様子を公開するとすごい人だね。フェンウェイの大谷マニア。わお大谷さんの出待ち。みんな大谷さん目当て。と驚きのコメントが並んだ元レッドソックスで通算541本塁打を誇るデビッド・オルティス氏が16日日本時間17日レッドソックスの2013年ワールドシリーズ制覇から10周年を記念したセレモニーに参加大谷の FA 問題に言及している。 俺が大谷の代理人になろうか地球上で一番稼ぐ選手になるだろうね私はそう信じているよと笑い飛ばした大谷は昨年10月に今季年俸3000万ドル約40億円で合意フリーエージェントとなるコンオフは9回初の5億ドル約670億円超えの契約が予想されている見ていて楽しい選手だからね WBC でプレーする姿も見た素晴らしい青年だよね アイラブユー、大谷。と豪快に笑った。大谷は17日、同18日にフェンウェイパークのマウンドに立つ。吉田正尚とのメジャー初対決にも注目が集まる。オルティス氏は、二人の対決について、大谷にはいい活躍をしてもらって、とにかく勝つのはやめてほしいね。いい投球をしてもらいたいが、我々が勝たないとね。吉田とは面白い対決だ。吉田が大谷から本塁打を打つだろうね。 日本からやってきたレッドソックスの主軸打者に期待を込めていた今期初めてレッドソックスの本拠地ボストン遠征中のエンゼルスの大谷に対し地元ボストン市が異例となる長文のラブレターを掲載した「なぜレッドソックスでプレーするべきなのか」を力説している「親愛なる将兵へ」という書き出しで始まる長文の手紙この手紙を掲載したのは米マサチューセッツ州地元市ボストングローブ市だ ボストンがいかに完璧でありレッドソックスがいかに別の二刀流スターを受け入れる準備ができているかを指摘するシ平大谷への公開書簡と題する異色の記事を掲載した著者のピート・エイブラハム記者はさまざまな言葉を用いてコンオフに FA となる大谷を口説きに出たようだこの手紙はあなたが今シーズンの後に FA になった時にボストンがホームと呼ぶのに素晴らしい場所であることを念のためにお知らせするものだ 天候や交通機関などボストンの魅力を列挙しつつレッドソックスに移籍するべき理由を力説する大谷が高校生だった2012年そして NPB からメジャーに挑戦した2017年のオフにもレッドソックスは獲得に乗り出している当時球団は二刀流で起用するための詳細な計画を代理人に送っていたと言いいかつてベーブ・ルースを投打で起用していた実績にも触れたその上で ライバル球団への牽制も忘れないところでヤンキースはベーブにピッチャーを続けさせなかったこれは覚えておいてほしい続けてアレックス・コーラ監督が世界中のアスリートには申し訳ないが世界最高のアスリートは彼であるべきだ彼がしていること彼がこれまでしたことはアメージングだ未だに畏敬の念を抱いているよと絶賛していたことにも言及している 甲羅監督は今でもチームの大谷起用計画のメールを保管しているというさらに球団には3人の日本人スタッフが在籍していることそして1999年の大矢智和以降吉田まで9人の日本人がプレーしてきたことを紹介松坂大輔と岡島秀樹が2007年に田沢淳一と上原浩二が2013年に優勝に貢献したことに触れボストンでの経験を彼らに聞いてみるべきだ 工事は英雄になったぞと誘うもちろん WBC でチームメートだった吉田正尚外野手の存在を強調することも忘れない9度のワールドシリーズ制覇を誇る屈指の名門球団だが昨季は地区最下位に終わるなど低迷しているレッドソックスは2018年以降ワールドシリーズ制覇から遠ざかっているボストンのスポーツファンにとって苦痛な期間が続いていると上昇球団のファンがいかに優勝を求めているかを訴え 大谷にレッドソックスの救世主になることを求めた優勝したシーズンを生きたことがない4歳の子供たちがいるんだこのかわいそうな子供たちのことを考えてくれ翔平彼らはレッドソックスの優勝パレードを必要としているんだ彼らがまた笑顔になる助けにあなたはなれる2019年には複数の高額年俸のスター選手をトレードで放出したこの再建に向けた球団の動きにファンからは多くの批判が集まったが 資金に余裕が生まれた記事はこれを「あなたをボストンに連れてくるための秘密の計画」と表現「好きなだけ持って行ってくれあなたはそれにふさわしいと」と白紙の小切手を渡すから来てほしいとがっている最後は「お願いだからボストンに来てくれ」と直球の誘い文句を繰り出したエイブラハム氏レッドソックスのファンは絶えず精力的で 記者たちはいつでもポジティブなところを見ようとするとファンと報道陣の歓迎ムードまでアピールした残りのシーズン幸運を祈るよそしてもし空港から記者会見場まで乗せてほしいなら行ってくれすぐ着くよ渋滞はないからねとロサンゼルス名物の渋滞を揶揄しながら早くも入団会見の場面に思いを馳せて記事は締められている大谷のスター性は他球団の目の肥えたファンの注目も集め続けている それを物語るのが敵地での集客力だ。米レ,レポーターは「大谷ファクター」だと大谷効果を主張した。去る現地時間4月14日にボストン・レッドソックスの本拠地フェンウェイ・パークで行われた一戦はビジターチームの一員として大谷が登場するとあって3 6,680人の大入りとなった。米データサイト「ベースボール・ディファレンス」によると今季のフェンウェイ・パークの平均観客数は2 9,114人。 平日金曜日の夜7時にもかかわらず今季の同球場における平均観客動員数を大きく上回るファンが押し寄せたその大きな理由の一つが大谷だったといえる事実現地でレッドソックスを取材する記者たちも二刀流スターがもたらす効果を感じ取っている MLB 公式のレッドソックス版を務めるイアン・ブラウン記者が「金曜夜のフェンウェイは大入りだ」「3万6680人」と動員数をツイートすると これにマサチューセッツ州の地元局 WBZTV のレポーターであるランドッシュ氏が美しい金曜の夜だ。そしてこれは間違いなく今季初めてボストンでの試合に出場した大谷による効果だねとツイートした。ブラウン記者の投稿には他にもああ、その通り2万5000人は大谷がプレーするところを見に行っているというレッドソックスファンのコメントも寄せられた。ももっとも 21年にアメリカンリーグ MVP に輝くなど過去2シーズンの図抜けたパフォーマンスもあって大谷が他球団の集客にもたらす影響力は見込まれてもいた米放送局 NBC のオンラインスポーツ番組リッチ・エイゼン賞の名物司会者であるリッチ・エイゼン氏は今月14日の放送会で大谷が全国を回ったら人が集まってくるよボストンのフェンウェイ・パークなら満員オンレイさと断言しているさらに 大谷のホーム初先発戦に空席が目立ったエンゼルスの本拠地の現状をひどい「どういうことだよ」と嘆きつつボスストンだだったらサーカスのよううなな雰囲気になるだろうね彼が特別な存在であるからこそ人々は熱狂し自然と集まってくるものなんだと大谷の潔さ,さを表現した各球団の期待を裏切らずに見事な集客力を発揮する大谷そのスター性も二刀流と並び 現球界で唯一無二のものもになりつつある昨季も7月にブレイブスとの3連戦でアトランタのトゥルーイストパークに初絢算すると同球場におけるレギュラーシーズン3連戦のチケット売り上げ枚数で最多記録を更新した米カリフォルニア州地元紙オレンジカウンティ・レジスターのエンゼルス版ジェフ・フレッチャー記者がツイッターでこの記録を伝えると「大谷の人気はとてつもないね」などと話題になっていた